今朝早く、小国町の国道で大型トラックと乗用車が正面衝突する事故があり、乗用車の運転手が死亡しました。午前5時10分ごろ、小国町小戸の国道113号で、大型トラックと乗用車が正面衝突しました。警察によりますと、この事故で乗用車を運転していた80代の男性が意識不明の重体で病院に搬送されましたが、その後死亡しました。大型トラックの男性に怪我はありません。現場は片側1車線で、事故当時道路には雪が積もっていました。警察では新潟方面に向かっていた大型トラックが対向車線にはみ出したとみて、詳しい事故の原因を調べています。